ほんで、要するに荒川組の事務所を矢探しせと、そうおっしゃるんで。え、これショートカットできんのかな。なんか長くなりそうな気もすんな。よっしゃ、行くぞ。最後にてっぺん飛んのはこのわしやで。踊れの成り上がり話はここまでや。はい、こんばんは、島津です。本日はですね、マスクを洗濯に出しているので、昔のね、おなじみのマスクに変えてきております。それでは、本日も龍が如くセブンやっていきたいと思います。前回ですね、青木に面と向かってね、お前の悪事を暴くための証拠をね、握ってると、脅しをかけることができました。で、こっからですね、ミレニアムタワーに、あれか、ニックがね、用意してくれたアジトがあるので、一旦ね、そこまで行って休憩を取ってからね、後日ミレニアムタワーでね、青木と会って全面対決になると思います。それではとりあえずここまで行きましょう。いやー、懐かしいねー、この街並み。春日も懐かしんでるでしょうね。序盤以降一回も来てないからね。序盤と終盤のみでしたね、来たのは。あれ、ここあそこじゃないね。なんだっけ、あのおばちゃん、健康志向になったおばちゃんが近くに店構えてるところじゃない。多分だと思う。チャンピオン通りだったかな、あそこも。ねえ、来たわよニック、あんたのお友達でしょ。はーい、一番。久しぶりニック。おお、いろいろとありがとな。そんなに青木と握手したかったの？それが一番の計画？別に握手がしたかったわけじゃねえ。でもあれで計画の第一段階は無事に完了だ。若は俺の話にしっかり食いついてた。青木は食いついたとして、その計画どうなるかな。計画って何よ、教えてよ。青木が沢城に荒川真澄を殺すように指示を出したっていう録音データがミレニアムタワーの荒川組事務所にあるってことを伝えることさ。何それ、そんなデータがあるの？ねえよ。はい、ブラフ張ったりさ。でも耳にした以上放っておくことはできねえはずだ。おやっさんを殺せって指示した音声データなんてのが出てきたら、政治家生命どころか全てが終わる。若は頭の部屋を徹底的に矢探ししなきゃならねえ立場になった。敵は沢城の部屋どころか荒川組の事務所中の全てをひっくり返して探すでしょうね。おまけに俺らは明日の投票が終わるまでにその音声データを頂に参上すると若に伝えたい。つまり青木はそうなる前に何としてもデータを探し出す必要がある。とてつもない大人数が必要になる。荒川組が入ってるミレニアムタワーには近江連合の連中が大量に送られるはずだ。で、どうなるの？今夜一晩中探したって証拠の音声データは当然出てこない。でも出てこないじゃ済ませねえ。そうなった時は間違いなくあの野郎も出張ってくるはずだ。天道ね。はあ、おやっさんを殺したあの天道がな。おまけにあいつは私たちを爆弾で吹き飛ばそうとしたもんね。足立さんが異変に気づかなかったら全員危なかったよね。カズカ、ここはやべえ。ね、全員ここ出るんだ。お、確かに天道にはけじめを取らせなきゃなんねえってことだ。でも青木のことはどうするんだ？青木亮の前にまずは天道からだ。奴には山ほど借りを返さなきゃなんねえ。本当に計画通りに現れるかな？今のあいつは東京近江連合のトップだ。データを探し出すために
陣頭指揮を取る立場だろう。明日ミレニアムタワーに必ず現れるさ。まあ計画としては筋は通ってる。春日の考えに乗るしかないようだな。まさか春日君がそんな策略めいたこと考えるなんてな。なんだか寂しいじゃんよ。本当にね。ただし青木や天童はおとなしく明日を待ってくれるわけがない。まず優たちを消しにかかってくるだろうね。この先優たちにとってカムロ町は完全なるアウェイ。一歩外に出れば遊び相手にはこと欠かない状況ってことだよ。そいつはいいね。長いことじっと隠れてるだけだった。ちょうどウォーミングアップしてと思ってたとこだぜ。あれだね、ちょっと話戻すけど、石尾田放置されてたね。一緒に連れて行ったかと思ったけど、じゃあ石尾田吹っ飛んだな、あれや。あっけなかったな、石尾田。やっぱ気にかけてるね。ほんで、要するに荒川組の事務所を矢探しせと、そうおっしゃるんで。そうだ。はあ。でもそれ、そちらさんの尻拭いのためですわな。そうだ。天道、いちいち命令を細かく説明しないとお前には伝わらないのか。すんまへんな。わしゃ、沢城ほどまだあんたに懐いとらんもんで。せやけど、やっぱり生きとったんですな、春日は。まあ、頼まれた通り家探しもします。でも、春日の玉もきっちり取らせてくださいや。それで構いまへんな。おやおや、もうデータが残って証拠になるような命令は一切口にせんというわけでっか。堅実でんな。一つだけお前に言っておく。へい。もし俺が困ったことになれば、寄せ集めの東京近江連合は一瞬で後ろ盾をなくす。お前がやっと手にした王様の椅子もガラスのように砕け散る。だが俺は違う。お前の代わりくらいいくらでも見つけられるんだ。お前と俺は対等じゃないんだよ、天道。ふん。わきまえてますわ。東京の近江連合はまだ旗揚げしたばかり。力を示していかな信頼はしてもらえまへんわな。まずお前の役目は俺を守ることだ。そしてそれはお前自身のためでもある。そこを土台にして次にやるべきことは何か、てめえの頭で考えろ。その順序を常に忘れずにいる限り、俺もお前のことを必要としてやる。望むところですわ。でも青木先生。なんだ。いずれあんたわしらなしではおられんようにしてみせますわ。一瞬さ、沢城の方が良かったって頭がよぎったかもしれないね。うん、うまく扱えるかどうかっていうのをちょっと考えたんじゃないですかね、青木。しかし、カムロ町でギラ、あ、カムロ町っていうのはギラギラしてるな。眠らない町とか言われてんのも納得だ。慣れない町な上に敵もゴロゴロいるし、明日までどうする。心配すんな。俺の、デカ友達に安全な場所を用意してもらってる。誰？本当？あたしさ、ナイス。で、それってどこ？お、天下一通りにあるニューセレナって店だそうだ。あれ？ニューセレナ？え、伊達さん出てくる？まさか。ニューセレナってさ、伊達さんのおなじみの店じゃなかったっけ？違ったっけ？ごめんね、昔すぎる記憶を今辿って話してるんだけど。あれ？
ニューセレナは春日とか伊達さんにおなじみの、ま、あの店だった気がする。はい、じゃあニューセレナに行きましょう。てっきりね、ここがね、あの拠点になると思ったんだけどね。ただニックがいるからっていうので寄っただけみたいですね。ここけ、ここだ。じゃあ行こうか。伊達さんいたりしてね、どうだろう、誰？うー、まこっちゃん、ちょっと見ねえうちに老けたな。あれ、伊達さんだよね。お互い様ですよ、足立さん。お久しぶりです。あ、知り合いだったんだ、足立さんと。この人は俺の数少ない信頼できる刑事仲間、伊達誠だ。お前が春日一番か。噂通りだな。昔のあいつと同じような目をしてやがる。久しぶり、伊達さん。あいつ、俺の大切なダチのことさ。んなことよりお前ら狙われてるんだろ。ここなら安全だ。今日はもう遅いし休んでいけ。いいんですか？他ならぬ足立先輩の頼みだ。それに詳しくは知らねえが、明日は大事な戦いがあるんだろ。遠慮なく使え。 ありがとうございます。じゃあな。サンキュー、まこっちゃん。すまねえな、巻き込んじまって。なーに、こういう役回りには慣れてるんで。頑張れよ、春日一番。よし。今も刑事なんですかね、伊達さん。どうなんだろう。おはよう、一番。テレビで見たけど、もう投票始まってるよ。神奈川2区。もしかしてあんたにも票が入ってんのかな。まあ、面白半分に入れるやつもいるだろう。ふん、違いねえ。なあ、一番。な？俺らはいつでも構わねえぞ。カムロ町のミレニアムタワーが口開けて待ってる。あとはお前が一歩そこに足を踏み入れりゃ、そいつが青木亮と近江連合への宣戦布告ってわけだ。そうだな、入っちまったら後には引けねえ。やり残しがないようにね、一番。じゃあコンビニとかね、薬局行って帰る回復アイテム、関連は勝っていきましょうか。最後の準備をしろ。いよいよ最終決戦で、なんか時間帯変えられるようになったみたいだね。辻本博士からメール来てたわ。いいか、今んとこ。じゃあ準備してミレニアムタワーに向かいましょうか。セレナのママさんいませんでしたね。なんか出てきてくれればよかったんだけど。あ、でもママさんももう変わってるかな。昔のママさんじゃないかもね。はい、準備 OK。 よし、行くぞ。大量の近江連合がいることは間違いなしです。そして天道にはきっちりね、けじめをつけてもらいましょう。神奈川一区、天野健一、当選確実。さあ、肉どうなってるかね。神奈川二区、久米。あ、久米だね、やっぱり。まあまあまあ、そうでしょうね。もう勝ってたら奇跡だったよね。途中からね、あの演説ももうできなくなってたから、爆破のせいで。てんのが俺らのこと。そう言っても差し支えないかな。部下からユウたちのムービーが送られてきてるんだよ。はぁ、それで2時間前に天道もタワーに入ってったそうだ。間違いなく彼はいるよ。一番の予想通り
マジか。よし、ありがとうよ。ただし、そこは魔王の城だよ、一番。そして天道は最上階だ。ユーたちの計画がうまくいくことを下げながら祈ってる。オーケー、サンキュー、ニック。部下が近くで監視してるみたいだね。え、これショートカットできんのかな。なんか長くなりそうな気もすんな。よっしゃ、行くぞ。1階からどんどんね、上がっていく感じかね、敵倒して。おった。盛大なお出迎えだぜ。みんな用意はいいな。行くぞ。レベルはどうかな。さて、58、なかなかだな。まあ様子見。どんくらい。あー、大丈夫大丈夫。そこまでいい防具持ってきてないみたいだね。うん、レベルだけ高いだけ。半分以上は雑魚だったね。この残ってる2人がなかなか強敵でした。1回はまだ持つか。タフだな。はい、3万ありがて。強くなった気がする。もうまあまあいきそうだね。お、極みを覚えましたね。蝶がぜひとも使っていきたい、ボス戦とかで。何々の極みって強力だよね。全部倒せたようだな。こんな調子で上まで続くのかしら。いや、さすがにそこまでじゃないだろう。だが俺たちが来ることは想定済みらしい。まあ、この先どんな罠が待っているかわからねえ。みんな気を引き締めていこうぜ。ラスボスって天道なのかね。青木はおそらく武力的に武力に関してはそんなないと思うから、天道が実質のラスボスなんですかね。あ、しまった、救急ボックス買ってくるの忘れた。やばいな、復活させられないよ、アイテムで。え、なんか、待って、後ろにもいいんだけど。製造員だね、謎の犬。え、何された。あ、見て、後ろに腐ったゴミ男っていうのがいた。そんな気持ち悪い姿でお前らそこにいたのか。あんま近づきたくないね、こいつら。お前らだよ、ふざけてんのは。ふざけないでくださいとか言って。やばい、あの出血してる、ゴミ男が。ゴミが出てくるって破れてるってことでしょ、あの部分ね。汚いゴミが出てくるから、もうすぐ始末しないと。袋まさぐり、 何取り出す今回。え、何、黒板を取り出して引っかいた。うわー、これはね、精神的ダメージが出た。経路ってことは、ここから一気に登っていく感じだね。階段発見だ。階段、まさかここから最上階まで登るの。まあそうなるかもしれないな。足がきついよ。他に方法がないんだ、仕方ねえだろ。張り切って登っていこうぜ。ういす。なんかしんどそうだな。やった、回復できた。電話はないんだね。セーブしときたかったけど。謎の男、待て、はミニゲイリーバスターホームズじゃんこれ。デスナックルっていうタイプの敵みたいだけどね。どう見てもミニゲイリーバスターホームズ。ついに天道。待って、回復してないんだけど、どうしよう。いける、まだ上があった、バーがあった。長かった、くそ長かった、このミレニアムタワー。
や探し中ですかね、天道は。めっちゃ探してる、めっちゃ探してる。ね、でも見つからんわな。だってないんだもん。お前を呼ぶためのね、作戦だからね。よう、探し物は見つかったかい、天道。荒川真澄殺害を命じる青木亮の声。そないなもん、あったところで何の証拠にもならねえ。それでもあの人にとっちゃあっちゃならねえもんだ。だからあんたまで借り出されたんだろ。ご苦労なこった。そういうことかいね。どうやら分かったみてえだな。花からなかったんやな、そのデータは。沢城の頭は若を相手にそんな真似はしない人だ。てめえにも若にもそんな気持ちは理解できねえことだろうがな。せやったら踊れらの狙いは。そうかい、このわしっちゅうことかいの。どのわしをここへ引きずり出したかったっちゅうわけ。蒼天堀じゃ、本気であんたを味方だと見誤っちまった。あの荒川のおやっさんでさえな。人を騙しとるもんは自分も騙されてるとは思わんもんや。けど荒川真澄がまがいもんやったおかげで、わしにももう一遍てっぺん取るチャンスが回ってきたんや。ボクシングじゃかなわんかったてっぺん取るチャンスがな。感謝しとるんやで、天道。てめえ、せやさかい、あの日胸に穴開けたあの人が息を引き取るまで、わしゃその目をじっと覗き込んで見届けてやったんや。荒川がこの世の最後に見てたのは、このわしのとびっきりキュートな笑顔や。それはわしからの感謝の気持ちのプレゼントやったんやで。ふざけんな、クソ野郎。クソか。せやったらソープ生まれのどん底育ちの我は何や。え、春日一番。まあそれがここまで来られただけでもええ根性しとる、褒めといたるわ。せやけどこれでしまいにせえ。最後にてっぺん飛んのはこのわしやで。踊れの成り上がり話はここまでや。顔は老けてるけどさ、ねえ、この肉体年齢は すごい若そうだね。うわ、天道凌介。下の名前知らんかった。やっぱ聞かねえな、ヘビー級ボクサーに。うわめっちゃ吹き飛ばされた。まさかあの天道とやり合うことになるとはな。そういや、蒼天堀でもそんなこと言ってたな。そこまでのやつなのか。やつの現役時代はボクサーとして強さ、スター性、全てが揃っていたよ。正直俺が見たことある人間の中で一番喧嘩したくない相手があいつさ。どんなやつだろうと関係ねえ。許されぞ天道。私の番です。さあ、まあとりあえず様子見だよね。電気は効くかな。試しましょうか。レジスト入る。サッチャ狙い。いや、出て。
そうね、急所回避率は下げとこう。効かない、刃物だね。あ、そう、極み技覚えたんだよね。何これ、どうやんの。あ、なるほど。で、火つけて、かっこいいねこれ、なんかパワーゲイザーみたいにね、飛ばしましたね。かっこいい。レジスト入りましたね、これも。ちょっと待て、王者のコンビネーション、容赦ない、おいつめ。待て待て、やめて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 、マジで。あの、さっちゃんに手出さないで、ポイズンシュート。毒だけ食らえばいい。よーし、来た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 、毒食らった。ナイスナイスナイス、効くやろ。待て待て、防げなかった。あ、また来るぞ、容赦ない追い詰め。やめてよ、もう一回よ。まだ来んの、こいつやばくね。あ、やば、3連続自分のターンに持っていったよ。3連続自分のターンとかやば。まあもう戦法としては桐生さんと一緒だね、守備と毒攻め。あ、そうだった、キリュウシャン、キリュウシャンって言っちゃった。キリュウさん呼べるんだよね、呼んじゃおうか。キリュウさん助けに来て。天道乗してください。死にてえやつだけかかってこい。元登場会4代目会長、ナイスカウンター。え、600、600近くなかったな。寝転がってる相手に容赦なすすぎだよ。多分またカウンターしてくれる。竜の予告は？いや、なんか してくる気満々だね。おっと、こりゃ強烈なのをやる気だぜ。わかるわかる。正面に立ってるやつは注意しなくちゃな。でもどうしろってのよ。いや、防ぐしかないよね。身を守ることに集中して何が来てもいいように警戒しとくんだ。いや、正面さっちゃねやん。防御防御、来る来るね、竜の前。は、嘘、防御してないって。まだ防御してない、痛い。あれ、そんな効かんかった、思ってた以上に効かんかったわ。暗殺の極みっていうのを覚えてる。はん、連続ゲリを放ち敵一体にダメージを与える大技、麻痺状態の敵により大きなダメージを与える。麻痺はないんだな、残念ながら。でも使う。どんくらいかな、200。チーン、天道吉。お、2段階目入った。頑張れ春日、えぐ。くそ、メリケンサック取り出した、やばいってこれ。ナイス回避。あんな食らったらね、あばらの骨折どころじゃないぞ。ここに来てメリケンサックかよ。あ、攻撃力上がるねこれ。まさしく鬼に金棒ってとこだな。攻撃力上がるよ絶対。あんな硬い外壁ガラスが粉々よ。もしあれで殴られたら死ぬかもしれんな。気を抜くなよみんな。抜けなくなった、気が。竜の予告された。これで竜の予告されたらやべえな。さっきまではさ、拍子抜けだったけど多分やばいよ。あ、なんか予告 しだした。なんか急にガード固めたぞ。うん、あれはガードと同時にパワーを貯めてるんだ。ガードが解かれた時でかいのが来るぞ。いよいよ奥の手を出してくるってことか。剣道の現役時代、俺はあのガードが破られたのを見たことがない。もし破れれば
正気が見えるかもしれないのか。あ、もしかしたらね、あのこの竜の予告が回避できるかもしれないね。初めてのことで面食らうはずだ。やってみるしかないな。みんな今のうちに集中攻撃だ。オッケーオッケーオッケー。さて、そういうことね。邪魔だよ。かかってきなさい。はい、崩せる？どうかな。私の番です。頑張れ頑張れ。フェイタルラッシュ。破れ破れ。あれ？破れてる？まさかガード。ガード破れてるっぽいね。悪魔の左。やばい。危ねえ。ジャストガード190か。なかなか食らうなこれ。防御は。よしよしよし。やばい。痛いノーワン。ノーワンだった。まさにね、まさにワンパンイコールノーワンです。もうちょい。お、倒した。お、倒したね。やったやったやった。最後毒でした。毒でダウンしたね。剣道強すぎ。ラスボス級ですね。終わるんじゃねえぞ天道。最後にきっちりおやさんの分を受け取ってからくたばれや。かすが。今回の衆院選を振り返りますと、まさに歴史的な勝利と言っていいかと思います。実に議席の3分の2を大きく超えています。民事党が国民の民意を得たと、その分大きな責任を背負ったと受け止めております。総理、青木幹事長の果たした役割についてはいかがでしょうか。大変大きかったです。荻窪さんの引退から間もなくの衆院選でしたし、青木さんの功をなくしては語れない選挙でした。青木幹事長、今の総理の言葉を受けて一言お願いします。今回の選挙で民事党は大きく変わります。この国を良くしたいという我々の思いは、中身を伴ったものとして国民の皆さんに実感できるようお届けします。これまで深く切り込まれなかったグレーゾーンをはじめ、既得権益や天下りにただ乗りする者たちも皆白日の下にさらします。私のこうした理念は、かつて20年前にブリーチジャパンを創設した時から一切ブレてはおらず。ん？何？え？逮捕状？え、音声データあったってこと？幹事長、あの速報はどういうことでしょうか？殺人で逮捕状とありますが。あ、いえ、どういうことだか。手違い？そう、何かの手違いです。記者の皆さん落ち着いてください。何かの手違いが起きたようで。青木幹事長、青木亮という名は本当の名前じゃありませんよね。そうですよね幹事長。ちょっと幹事長、説明お願いしますよ。あなたの本名は荒川正人。先日横浜で殺された暴力団組長荒川真澄はあなたのお父上ではありませんか。すみません、ご退場を。幹事長、幹事長。待ってください、幹事長。説明してください。荒川正人って名前に聞き覚えありますよね。青木亮は偽名ですよね。幹事長。ニック攻めたね。ニック攻めたよ。うん、ここぞというばかりに。だから、天道とは電話がつながらないんだ。もう何度もかけてる。
荒川組の事務所も誰も出ない。でそっちはどうなってるんです総監。私に逮捕状って一体。確認中です。そのニュース速報というのも確認が取れています。テロップは民主党本部のモニター画面にしか出ていなかった可能性があると聞いています。仮にそうだったとしてもそれをテレビ中継してたんだから同じことでしょ。多くの国民があのテロップを目にしたんだ。誰が何の目的であれを流したのか早急に説明をつけなくちゃならないんです。とにかく今は警察に動かないことです。ミレニアムタワーへ行くのも避けるべきかと。そうはいかない。一番が春日一番がもし荒川組で証拠を抑えていたら後始末が厄介でね。その時はそっちにもいろいろ骨を折ってもらうことになります。後で動かなかったことを後悔しても遅いんだ。誰か裏工作したんだね会場で。だったらそれこそ親父とはまだ繋がりません。ニックっぽいね。今連絡のついた若い衆はミレニアムタワーへ向かわせてます。工作したの。いいだろう。俺のそばで護衛につくのを何人かに絞れ。ええ、わかりました。いや、バンバン攻めてきたね。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。